EC サイ今の SEO でなかなか勝っていくのは難しいです大手がカテゴリーページとか商品ページで SEO の結果を独占してるんですね互角に戦っていくっていう自信ありますか僕はないです中小の EC 事業者にとって SEO で勝てる有効な策の一つであることは間違いないですね 皆さんこんにちは4ユーザーズ株式会社 SEO コンサルタントの岩田です本日はですね EC サイトで行う SEO はブログ形式が最も良い三つの理由を解説したいと思いますこれから EC サイトで SEO をやる担当者ですとかあるいは新規事業で EC をやるっていう方には必見の内容になっておりますのでこの動画をご覧ください 私のもとには全国から「うちの EC サイト SEO 弱いんですよ」だとか「EC で SEO ってどうやってやるの?」っていう相談がいっぱい来るんですね。でその相談を聞いてみるとですねよく間違ってらっしゃるのが皆さんその EC サイトの商品ページカテゴリーページで SEO を上げることばかり考えてるんですね。 それは間違ってるとまでは言わないですけど効率が悪いです。今の SEO でなかなか買っていくのは難しいです。なので結論から言いますけれども私は EC サイトあるじゃないですか。この配下に商品カテゴリーと並べてブログカテゴリーを作ってそしてここに ブブロロググ記事をを展開していいく EC サイト配下内にブログを設けるということですこのやり方を推奨しています。これがなぜ良いのかっていう理由を今日は丁寧に解説していこうと思います。では最初に EC サイトで SEO をやるならブログ形式の方がいいという最初の理由なんですけれどもそもそもですね皆さんが1位になりたい商品名とかカテゴリー名とかで 1> 1位にななれるかって言ってたところなんですよちょっと見てみましょうか例えば青汁って検索してみると上位には朝日グループ有名ですよねとか楽天こういったサイトが上位に出てくるんですよもちろんこれは商品ページとか EC のページとかだったりすると思うんですけれどもこういったページが上位に出てくるんですね例えば USB 扇風機って検索していただくと Amazon の商品ページビッグカメラの商品ページ えー、ビッカカメラののペページ、えージジ楽天市場のカテゴリーページこういったカテゴリーページが出てくるんですねつまりこういった大手がカテゴリーページとか商品ページで SEO の結果を独占してるんですね皆さんが USB 扇風機の商売をやっててこれらに勝っていく互角に戦っていくっていう自信ありますか僕はないです なんでアマゾンとかビッグカメラとか楽天市場が強いのかっていうともちろんグーグルが強く評価してるっていうのは第一にありますよ。でもそののの背景には日本中の人日本本中中人ユーザーザが こういったところからすでに買いたいとかっていう背景があって日本中の人から強く認知されているものが Google にも強く認知されているのがあってなかなかこういう USB 扇風機とかのカテゴリー名とか商品名とかでこういった大手 EC サイトをショッピングモールに買っていくっていうのは難しいんですねなので私は お悩みキーワードで戦っていこうっていうのをコンサルティングしています。お悩みキーワードって何かっていうと、例えば USB 扇風機の例で言うと、USB 扇風機って検索するんじゃなくて、オフィス熱い対策っていうキーワードがあるんですよ。今この撮影しているオフィスも熱いです。USB 扇風機欲しいですよ。そうすると思わずこういうキーワードって検索したくなりますよね。オフィス熱い対策。そうするとですね、ブログ記事が出てくるんですよ。もう一つ行きましょうか。まあ先ほどのね、 青汁の例で青汁効果って検索すると上位に出てくるもの全部ブログ記事で、例えば青汁とかの健康食品を売ってる会社だったらこういうお悩みキーワードもありますよね野菜不足とか食事バランスとか まあ、こういったキーワードは、現在では、栄養士とか専門家の意見でないとなかなか上位にいかないんですけど、まあ、ちょっと今日は話の趣旨がそこじゃないので、ちょっとそういうサイトの信頼感とかの話はちょっと置いといておいて、まあ、こういったお悩みキーワードもありますよね。では、例えば、野菜不足って検索してみると、えっ、ー、と、まあ、ブログ記事、野菜不足って何が問題なのとか、体調不良はどうなのとかって出てくるじゃないですか。やっぱり1位、3位、4位っていうのもブログ形式なんですね。なので、皆さんは、 EC サイトの SEO の上位を目指すっていう時にはまず EC サイト内にブログディレクトリーブログを作ってそのブログ記事でお悩みキーワードを対策して SEO をやっていくっていうのが中小の EC 事業者にとって SEO で買ってるまあ唯一とまで言えないですけどまあ,あの有効な策の一つであることは間違いないですね。でもこういういい疑問があると思います えいやそんなねブログで SEO1 位になってもやっぱ商品ペーージジで1位になった方ががコンバージョンバョレシオが高いじゃんだから商品ページで SEO1 位にしてよとかそっちの方がいいよっていう方いると思うんですけれども確かに商品ページにブログ記事のように文字をたくさん書いて、えー、ユーザーの課題とか解決法とか他の事例紹介したりとかすればやったことないですけどそんなことやってる人見たことないですけど理論上はいい記事書ければ SEO 上位に行く可能性がありますでもそれってスーパー NG なんですよそれはなぜかっていうと例えば EC サイトで一番利益がおいしいのって検索ユーザーよりも常連客リピーターなんですねリピーターっていうのは検索で商品ページに行くっていうより、まあ EC のトップページからカテゴリーページを見つけて商品名を行くっていう動きが多いんですねでその商品名を SEO で上位にしたいからといってブログ風にこんな長くしたら何が起こると思います せっかく良い常連とかリピーターがこう来て、ああ、この商品だって見た時に、なんだこの商品、長えなって。とか、カートのボタンどこなんだ注文したいんだけど、ああ、もう使いにくくなった。アマゾンで買うとかなるじゃないですか。なので、それをやっちゃうと、コンバージョンレシオが下がるんですね。だから、商品ページで作り込んで、SEO 上位に狙うっていうのは良くないんですよ。なので、私が勧めてるのは、 EC サイト内に、まあ、商品カテゴリー商品ページがあってブログとブログ記事があって役割を分けるということなんですどういうことかというとブログ記事でお悩みキーワードで SEO 上位を狙いますそして集客ができるそして集客した記事にコンバージョンレーションの高い商品ページに装客する例えば USB 扇風機で「あオフィスの暑さ対策だったらこの扇風機が音も静かでパワーがあります商品はここで買えます」っていうふうに装客して ここの商品ページ、USB 扇風機を売ってる商品ページでものを売るということなんですね。役割を分けてください。ブログ記事は SEO で集客する。商品ページはコンバージョンレシオを高める。商品をスムーズに売る。この役割を分けるっていうことが重要になってくるんですね。では、ここでですね、よくある EC サイト事業者、EC 事業者によくある、ま、間違ってないんですよね。 よくある効率の悪い SEO っていうのを紹介したいと思います。多分心当たりはあるはずです。僕話聞くんですよ。SEO とか対策とかやってますかって聞くと、超 SEO も超,超力入れてやってるよって結構聞くんですけど、あ、どんなことやってるんですかって聞いたら、あのね、あの内部対策、テクニカル SEO やってるって聞くんですよ。まあ分かるんですけどね、テクニカル SEO って分かんないから何やってるかっていうと、まあ 今風に言えば、まあ、コアウェブバイタルとかっていう言葉あるんですけど、まあ、それはちょっと置いといて。例えば、ページの読み込み速度を速くするとか、あるいは階層をきれいに作るとか、あるいは似たようなコンテンツを避ける。要するに、Google が嫌がること。Google のクローラーってどんなサイトにも必ずやってくるんですけど、そのクローラー、Google のクローラーに自社の EC サイト、自社のサイトを読み込みやすくするっていうのが、簡単に言うと SEO のテクニカル SEO 内部対策なんですね。それを徹底してやる。 ってことなんですこれは正しいんですけれどもなぜこのやり方が効率悪いかっていうと実はですねあなたの EC サイトに関わらず競合の EC サイトもみんなこれやってますそして大手もみんなやってますとなると差が生まれないんですよ差が生まれないつまりテクニカル SEO とか内部対策っていうのはマイナスをなくすあのアクセス SEO 対策であってプラスの SEO 対策ではないんですねなので競合も大手もやってるんで差別化できないんですよ だからこれはやってても注力してもあまり SEO に効果がないんですねだからブログ先ほども言ったブログ記事を書いて積極的にお悩みキーワードとか記事を取りに行くっていうことをやっていかないとなかなかブログで SEO で集客というのは難しいんですねただ大手 EC 事業者は一概には言えません例えば何万何十万ページも商品ページがある 大手 EC サイトの場合はテクニカル SEO を突き詰めることでなんせその影響力はすごいですから結構な差が出てきますだから大手 EC 事業者にとってはテクニカル SEO を突き詰めてやるっていうのは正しいやり方なんですけれども中小の EC 事業者にとってはテクニカル SEO は最低限で十分だっていうので間違いないですでは最後にですねお悩みキーワードってたくさん言ったと思いますどうやってそれ探すの っていうことがあると思うんですけども、お悩みキーワードを探す無料,無料の3つのツールを紹介したいと思います。まず最初は、ラッコキーワード。ラッコキーワードって検索してみてください。もうこの画面が出てきます。会員登録とか一切ないです。USB 扇風機って打つと、このようにキーワードがもっと無数に出てきます。ありますね、お悩みキーワード。 USB 扇風機充電できないとか静音とかうるさいとかこういったキーワードを拾ってブログ記事を書くことでお悩みキーワードの SEO 対策ができます。でこのラッコキーワードの弱点は検索ボリュームが出てこないキーワードしか出てこないんですねだからどのキーワードを優先的にやればいいのかこのキーワードで SEO1 位取ったけどどれくらい ののの人がが月間見ててくれてるのかっていいるかかう基準が分からないのでそこは分かりりにくい面がありますでは次に紹介するツールはウーバーサジェストですねウーバーサジェストもググっていただくと出てくるので USB 扇風機って打つとこのように複合キーワードとかいっぱい出してくれますさらにですねこっちは検索ボリュームまで出してくれるんですねで USB 扇風機の検索ボリュームは81008100って多いの少ないのって言ったら結構多いです 基準的には1万超えたらビッグキーワーワドだだと思ってください。でも1万いかないくらいなんでなかなかいいキーワードですねじゃあこの下の720とか390は正直多いとは言えませんしかしですねお悩みキーワードを中小企業が攻める場合こういった390とか720とか100から1000の間っていうのが非常に多いんですねなのでお悩みキーワードを攻める場合はこういった720とか390でも全然大丈夫だと思います このウーバーサーですと完璧じゃないですか。無料だし、キーワードも出るし、もっと出ますよ。じゃあもうこれでいいじゃんと思うけど、あのね、残念なことに、本当は有料のツールであの、お金払わないと1日5回までしか使えないとかっていう制限があったりするんですね。なので、まあ、そこが、まあ、あの回数制限があるっていうのが残念な点と、あとはですね、あの僕は実は、まあ、SEO コンサルタントやってるので、見える化っていう有料の ツール使ってるんですけどそれと比べるとキーワード数が数が少ないんですよだからそういったデメリットがあるのがウーバーサジェストだと思いますでは最後にですね Google キーワードプランナーですねまあこれは有名ですよね Google キーワードプランナーってググっていただくと Google アカウントで使えて USB 扇風機って打つとこのように USB 扇風機と関連するキーワードが出てきますそしてボリュームも出るんですけれども実はこのボリューム1000から1万とかになってるじゃないですかぼやかされてるんですよね 実はこの Google キーワードプランナーっていうのは昔はちゃんとした数字が出てきたんですよ、誰でもね。だけど今は グーグル広告を出稿している人じゃないと、ここのちゃんとした数字が見れないようになったんですね。なので、この数字を、まあ、このままでも僕いいと思うんですよ。まあ、で1000から1万で、USB 扇風機ってさっき Uber サジェストで8100ってことが分かったので、まあ、1万から1000っていうので、大体目安にはなるんじゃないですか。このままでもいいんですけど、しっかりした玄関平均検索ボリュームをつかみたいっていう人は、やっぱり Google、えー、広告を、えー、打っていただかないと、 あのここの数字がはっきり見えてこないっていうデメリットはあるので必ず100円でもいいので月100円でもいいので Google 広告を、えー、打つようにしてくださいそうすると、えー、USB 扇風機に関係するキーワードっていうのが一覧で取得できるようになりますはいでは本日の振り返り返をしたいいと思います、EC、事業者中小企業の EC 事業者が SEO 対策する時は EC サイト配下内にブログを設置してくださいこれが一つ。 そして二つ目、そのブログ記事はお悩みキーワードを責めてください。商品名とかカテゴリー名とか大手には勝てないので、えー、先ほど言ったオフィス熱い対策とか、青汁効果とか、そういったお悩みキーワードを責めてください。そして三つ目はお悩みキーワードは先ほど言った紹介した、えー、Uber Suggest とか、ラッコキーワードツールとか、えー、Google キーワードプランナーとかあるので、そういった無料ツールを使ってお悩みキーワードを探してみてください。えー、本日は ここまでになります。で、次回はじゃあ EC サイトにブログを設置する方法っていうのはいくつかあるんですけれども、具体的にどうやって設置するのかっていう詳しい解説をしたいと思います。本日はここまでです。どうもありがとうございました。皆さんこの YouTube 動画を見ていただいて本当にありがとうございます。チャンネル登録者数見てくださいよ。67人少ないでしょ。 68人目にななるのはあなたですそしてこの動画を最後まで見てまあしょうがねえな高評価を押してやるかっていう方は高評価あと何か質問あったらコメントください応援メッセージでもいいです待ってますチャンネル登録をよろしくお願いします